ありがとうございます。はじめまして、松子と申します。今みたいな感じでちょっとギターソロを中心に演奏させていただいています。今お送りした曲はニーチャっていう曲でした。そうですね、じゃあもう早速次の曲に行きたいと思います。次の曲は、思い出という、バラード曲になっています。まあ、2017年ちょっと振り返って見てください。
自分は、今大学3回生なんですけれども、来年の3月からもう本格的にちょっと就職活動が始まってしまうこともありまして、ちょっとまあ2月までは、まあ、ライブ活動は継続させていただくんですけども、就活が始まったらちょっと一旦お休みして、就活が早くとりあえずもう早く終わらして就活を終わらし、まあ、終わり次第また復活して、またこうやってこの場で演奏していきたいなっていうふうに思って、まあ、そんな思いの中作った曲を、最後にやりたいと思います。チャレンジっていう曲です。で、今全部オリジナル曲を作っているんですけども、サウンドクラウドっていう、iPhone とかあのインターネットで見れるあのアプリがあるんですけども、そこの中に、自分のオリジナル曲の、まあ、ちょっと練習撮りのやつを、まあ5、6曲ほどですかね、ライブバージョンのなんかやつも1曲あるんですけども、またそれを公開していますので、もしよかったら、マツコってあのひらがなで検索していただければ出てきますので、よかったら聴いてみてください。じゃあ最後にチャレンジという曲で、締めたいと思います。
ありがとうございました。この後も素晴らしい方の演奏がありますので、ゆっくり楽しんでいってください。